ミチエーシン、新たなファブリーズ CM キャラクターに抜擢。情報漏洩騒動の舞台裏。何わ男子のミチエーシンが P&G ジャパンのファブリーズ新 CM に登場。しかし、喜びの裏には情報漏洩騒動が潜んでいた。一体どんな経緯があったのか、詳しく見ていこう。導入部、ファブリーズ CM。 平野紫耀から、道ちえしへのバトンタッチ。道ちえしが、パブリンズの新 CM に抜擢され、そのニュースはファンに大きな歓喜をもたらしました。しかし、この喜びの裏で、情報漏洩騒動が発生しているとの報道があり、ファンたちは戸惑いを覚えているようです。 キーポイント、道江の新 CM 起用に対するファンの喜びと同時に、情報漏洩騒動が存在することを強調。パブリーズ CM の舞台裏、先月、道江のパブリーズ新 CM は情報番組で先行公開されました。これまでの金プリの平野使用が脱退し、代わりに道江が起用されることがファンにとっては大きなトピックでした。 面白いことに、平野版 CM が公式 YouTube チャンネルから削除され、ジャニーズの舞台裏が垣間見えました。キーポイント、平野からの引き継ぎとして、道枝が新 CM に登場。情報漏えいにより、公式 YouTube チャンネルの動画削除が起きたことを解説。ファンの反応と情報漏えい騒動。 道への起用が正式に発表される数日前から SNS 上では平野から道枝に交代するといった情報が広まっていました。特に X アカウント上で社外費のカタログに道枝が写っていたというツイートがされファンや一部金プリファンからは反感の声が上がりました。 キーポイント、ソーシャルメディア上で情報漏えいが先行し、ファンや特にキンプリファンの反応が注目されていることを伝える。情報漏えい騒,騒動の背後には何が ?8 月26日に報じられた週刊女性プライムの記事によれば、道への CM 起用が正式に発表される前から、XA で情報漏えいがやかれていました。 投稿者は P&G の社外費に道への姿が映っていたと主張し、ジャニーズ事務所に対する恨みを口にしていました。キーポイント、情報漏えいの背後には、P&G の社外費が外部に流出した経緯があり、投稿者の恨みが露呈。得をするのはジャニーズ情報漏えい騒動の結果、得をするのはジャニーズ事務所のようです。 P&G が社外費を外部にローラしてしまったことが発端であり、ジャニーズタレントがパブリンズ CM 以外の選択肢がなくなる可能性もあります。キーポイント、P&G のミスにより、ジャニーズが有利に立つ状況が生まれたことをアピール。飛び入りした平野にも新 CM のチャンス記事のラストでは、 飛び入りした平野仕様にも新たな CM が決まれば、ファンの心が晴れるだろうかとの疑問を提示します。これにより、読者には未来への期待感が生まれるでしょう。キーポイント、平野の新たな挑戦に対する期待感を示し、記事を締めくくる。ジャニーズ CM の舞台裏でにんまり、パブリーズ CM の新しいキャラクターとして登場する道へ春優。 彼の起用に際しての情報漏え騒動が、ジャニーズ事務所にとっては逆に有利に働いたようです。今後の CM 展開や、飛べ入りした平野耀の新たな挑戦にも期待が高まる中、ファンたちは新しい展開を楽しみにしていることでしょう。キーポイント、道への起用に対するジャニーズ事務所の立場と今後の期待感を結びつけて記事を締めくくる。 この記事では、道江春遊の新 CM 起用とその背後にある情報漏洩騒動を分かりやすく伝え、ジャニーズ事務所と P&G の関係にも焦点を当てました。読者には今後の展開に対する期待を抱かせ、記事全体を通して興味深い情報を提供しました。